皆さんこんにちは、ワンダルグループ氏です。今回は天下人信長編の続きをプレイしていきたいと思います。では早速進言していきましょう。プレイステーション2のゲームになるんですが、ボリュームはそれなりにありそうですね。本能寺より逃げ延びた明智光秀は、ではシナリオです。信長への本意のもと団結しつつある北条氏などと共謀し、強撃体制を整えようとしていた。だが信長は当面の守りを盟友家康に託し、自らは西国平定のため毛利島津と雌雄を決する構えである。すでに光秀が本能寺で生き延びている、もちろん信長も生き延びているという、完全イフのシナリオに入ってますので面白いですよね。毛利輝元殿、今しばらくお待ちくだされ。今はまだ機が熟しておりません。信長公を攻めるには時期尚早にござる。何が時期尚早か、遅いほどじゃ。その通り、本来ならば親父様が撃たれた時すぐにでも兵を挙げるべきであった。おう、今こそ動くとき、父親の弔い合戦じゃ。今動いては援軍が間に合わぬ。島津殿の速さにかけるしかないのか。どうやら光秀側は毛利島津連合軍で戦うということのようですね。さあ、ここからがあなた様の腕の見せ所。おお、薩摩の胆力、国中に轟かせるでごわす。さあ、マックス11部隊配置できそうです。敵は13部隊2万6000という大軍ですね。では部隊の配置をしつつ、敵軍艦の大筒、これの直撃を避けながら進んでいきたいと思います。勝利条件、敵全部隊の総動、敗北条件は本陣の陥落もしくは信長が撃たれるということです。攻略手段は敵大筒を回避ということですね。では部隊配置からしていきましょう。で、前田慶次入っているんですが、やりたいですね。奇想隊、鬼の槍の隊ではなかったというところがちょっと残念ではあります。で、官兵衛は、隊を分ける方のもう一つの隊を任せたいかなと思います。で、一旦ここはね、こちら側に、部隊を配置していきたいと思います。では、出陣です。ちなみに、滝川一正、ラッパ隊からですね、牽制隊というところでランクが上がったんですが、有効だった桜玉がもしかしたら使えなくなってるかもしれないので、そのあたりはですね、秀吉、黒田官兵衛、このあたりでカバーをしていきたいと思います。秀吉はね、ラッパ隊になってますから。では、部隊を動かしていきましょう。
え、テルモトが動き出しましたね。それを諌める光秀という構造のようです。伏兵にやられました。伏兵にやられただって。ただ伏兵にやられたとしてもまだ福島正尚の黒田官兵衛あたりがしっかり対処してくれると思うので問題はないかなと。さあでは、光秀、吉川元春あたりがいるところにですね、一気に突入していきましょう。まあ、使うのをタイミングが重要になってくるんですが、このラッパ隊の黒田官兵衛が桜玉を投げて敵を一気に混乱に陥れてですね、この隙に、まずは吉川元春、光秀が守る、この矢倉をね、取りに行きたいと思います。で、そのためには、都市へもですね、槍ブスまで突入を仕掛けていきましょう。で、半兵衛がですね、敵の伏兵に足止めを食らってますが、これ回復次第ですね。これも一気に突入戦へと入っていきたいと思います。竹中半兵衛はここで騎馬突撃を打ちます。ちょっとダメージを食らいすぎてるので、半兵衛が落ちるかもしれないですね。回復のタイミング、引くタイミングは、しっかり見極めたいと思います。って言ってる最中でもうこのダメージか。ちょっと一旦引かざるを得ないですね。うわ、半兵衛軍が全滅した。痛いな。黒田官兵衛、苦戦か。ちょっとここに足止めを食らっている信長がどうにもならないっていうのが痛いな。これなんかうまく活用する方法があると思うんですけどね。敗れました。ちょっとこのままだとまずいので戻ってやり直しましょう。滝川和正牽制隊にしたんですけど、和正はやっぱラッパ隊にそのまま残しておいて、桜玉打てる状態にした方がいいですね。作戦した吉川元春が守る矢倉ですね。今ここにもう一度攻めかかってます。まあ、左翼っていうんですかね。こちらにはですね、秀吉、和正、官兵衛という、まあ、主力を配置しました。これら主力を使ってですね、もう一気にこの矢倉を攻め落とそう、まあ、そういう作戦ですね。騎馬突撃も発動して一気に吉川元春に守る矢倉を取ります。で、この矢倉が取れれば回復もできるし拠点にもなるしというところで、だいぶ戦況が有利になるんじゃないかなというふうに期待をしています。なので、ちょっと押しまずですね、ここは、桜玉を使って、吉川元春の部隊を混乱させましょう。猿の奮戦ご覧あれ。滝川一正、黒田官兵衛、そして今使った秀吉、この3人が桜玉ですね、混乱が使えるという部隊です。騎馬突撃も使って、どん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 攻めていきます。まずここが取れれば一つまあ、前回の失敗よりかはね、先に進めるというところになるかなと思います。すかさず光秀の鉄砲隊ですね。これ非常に邪魔なので光秀の鉄砲隊もね、早めに仕留めたいなというところでは思っています。我が策で戦の本、光秀の鉄砲隊に桜玉をぶち込みましょう。で、そこに騎馬隊の
勝家を突入させましょう。矢部を取りました。お、ここで光秀と秀吉が相対する瞬間ですね。いや、非常に苦しい戦いですけど、なんとかここ回復しながらですね、勝機を乱していきたいところですね。敵伏兵を見つけました。よし、光秀は撃破しました。そしたら光秀の家臣団ですね、これもちょっと撃破していきたいと思います。さあ、そしてここに来て、毛利軍が動き出しましたね。まあ、小早川軍って言った方がいいのかな。なので、弓隊をちょっと後ろに下げておきましょう。ここで、小早川高影軍と激突するのは、弓隊であってはならないと思います。さあ、順調に敵を倒しているところで、島津の援軍が間もなく到着するという知らせが毛利陣に入ってますね。さあ、では、信長、清正、半兵衛あたりはですね、ここで一気に小早川高影を取りに行きましょう。これに合わせて信長はお家芸大軍攻撃、これを発令します。この信長ぞ。島津の援軍が到着しましたね。どこに出てくるんだろう。うわーみたいな感じで盛り上がってますけど、さあ、島津の援軍がどこに出てくるか、場所を確認したい方が良さそうですね。島津の援軍はここですね。なのでこのまま行くと、もう小早川軍と激突するところでぶつかりそうだな。ちょっと注意が必要ですね。さあ、島津軍と信長がぶつかるという構図になりました。ここは騎馬突撃等を使ってですね、小早川高影、そして島津軍ですね、これを一気に撃破していきたいと思います。では、黒田官兵衛、滝川一正、秀吉はですね、照本の本陣を攻めましょう。で、この時は、桜玉をですね、残ってる一発、一正も使って、一気に、息の根を止めにかかりましょうね。我が策で戦の本、返そうぞ。この信長ぞ。島津軍撃破しました。いやー、結構きつかったですけどね。これでちょっと矢倉を取って、信長たちはですね、一旦回復してですね、次の戦いに備えましょう。で、苦戦してるという意味ではですね、この矢倉を占拠したこちらの部隊もそこそこ苦戦をしていたんですが、回復しながらというところでなんとかね、回復が間に合ったという状況かと思います。では全軍で照本の陣を攻めましょう。もう多分ね、倒しきれるかなと思います。そっか、藤高の連射隊ですね。これも撃破ができそうです。そうすると、もう、テルモトのですね、弓騎馬隊というのが残ってるのみなので、十分倒せるというところまで来ると思います。テルモトの本陣落としました。これで撃破完了という流れになると思います。まあ、1回目はね、
念してしまいましたが、2回目は倒せました。わしが勝つは世の必定。激戦は終わった。西国の雄島津義弘、中国の若武者毛利輝元、共にその命をここ厳島に散らせた。この戦いをもって西国を平定した信長であった。天下統一はもう目の前のこととなった。お、これは安土城だな。どうなされました？市長か。空を見ておっただけよ。この果てには一体何があるかとな。空の果てでございますか？何がおかしい？信長様はいつもそうでございます。高みのことばかりお考えで、私たち地の者のことなぞそ知らぬふり。でもご安心ください。地を気にかけるはこの機長の役目。信長様のお足元しっかり見据えておきましょう。お、天下人系取れましたね。天に昇るこれは嬉しいかな。信長ぞ。一回目ね、乾杯した後のこの天下人級ダッシュというのは単純に嬉しいです。みんなレベルもね、それぞれ上がってますね。はい、というところで、今回はね、ここまでにさせていただいて、次回はおそらく最終回になると思います。続きをプレイしていきたいと思います。